県内では去年11月28日以来66日ぶりに新型コロナの感染者が確認されませんでした。これを受け浜田知事は嬉しいニュースとしながらも引き続き県民に感染症対策の徹底を呼びかけました。ここで直ちに気を抜いてしまうということだと元の木阿弥に戻りかねない、そういう意味で危うい状況だというのは引き続き続いていると、県民の皆さんには引き続き感染拡大防止策の徹底ということには注意を払っていただきたいというお願いをいたしたいと思います。これまでの県内の感染者数は851人で、重症者は4人のままです。今日2人が退院しています。